五郎山古墳原質屋室奥壁の壁画五郎山古墳は福岡県筑市の市原田にある古墳時代後期の装飾古墳。直径35メートルほどの円墳で装飾壁画がある。1949年7月13日に国の史跡に指定されている。JR 原田駅東方の丘陵上にある円墳で装飾壁画を有するいわゆる装飾古墳の一つである。 1947年、洞窟港の陥没によって古墳の存在が確認され、同年、福岡県教育委員会により調査が実施された。過去の洞窟により副葬品は大方失われていたが、末期、玉類などが出土した。墳球の小道は約32メートル。埋葬施設は、原室が前後の2室からなる複室式の横穴式石室で南西に開港する。 石室の全長11.2メートル。原室の皇室は幅3メートル、奥行き4.5メートル、高さ4メートルの規模である。6世紀後半の築造とみられる。2001年には、五郎山古墳館が開館し、壁画を再現した実物大の精巧な石室模型が設置された。皇室の奥壁と左右の側壁に赤、緑、 黒の三色の顔料を用いた壁画がある。いわゆる装飾古墳の壁画には、同心円などの幾何学文様を描いたものが多い。中で、本古墳の壁画は、人物、動物、器物などの具象的モチーフを中心に描く点が、特色である。皇室奥壁の腰石には、中央下部に船を描き、画面右方には、同心円門と、武具である弓、弓、友を描く。 弓は矢を入れて背負う箱状のもの友は旧舎の際、譲るから手を守るために、左手首につけるものである。画面左方には、玉矢と思われる建物とそれに向かって祈る人物、弓に矢をつがえた人物、馬上の人物とそれを先導する犬らしき動物などが描かれている。中央上部に大きく描かれた Y 字状のものは、従来、鳥とされてきたが、 考古学者の河本正幸はこれを蓋の表現か、わらび手文ではないかとしている。腰石の髪型にある石には、馬上で矢を射る人物、片手を上げて踊っているらしき人物、同心円門などを描く。このほか、奥室左右の側壁にはそれぞれ船を描く。船を死者の魂の担い手とするのが、弥生時代以来の伝統的な観念であった。 本古墳の奥室左右壁に描かれた船は、棺と思われる箱状のものを乗せている。弓、弓、友などの武具は、壁じゃ、すなわち悪霊を寄せ付けない機能を持つものである。また、同心円門は、実月精神を表し、高いを象徴するものである。本古墳壁画には、馬が描かれているが、考古学者の白石太一郎は、 馬も船同様に魂の乗り物であると指摘した。河本正幸は草食古墳において草創儀礼との関連で馬が描かれるのは6世紀後半のごく限られた時期であることを指摘し、馬は魂の乗り物という中国北方地域に見られる草創関連が日本に持ち込まれたものだとする。河本は玉屋に祈る人物の存在も合わせ、 本古墳壁画は一種の早々儀礼を表したものだとしている。ありがとうございます。